ユイヒトシ様の学習能力が皇室の歴史を超える。神武天皇との比較で明らかになった驚き。の事実、皇室の中でも注目を浴びる存在であるユイヒトシ様。彼の学習能力について皇室の歴史を超える驚きの事実が明らかになりました。今回の記事ではユイヒトシ様と神武天皇を比較し、その学習能力の違いに迫ります。またどのように対処することで学習能力を向上させることができるのか、解決策もご紹介します。まずユイヒトシ様と神武天皇を比較してみましょう。神武天皇は日本の最初の天皇であり、日本の歴史の始まりとも言われています。彼は神話上の存在であり、非常に優れた学習能力を持っていたとされています。一方ユイヒトシ様は現代の皇族であり、幼少期から教育環境が整っています。しかし驚くべきことに、ユイヒトシ様の学習能力は神武天皇をも凌駕しているという結果が出ました。皇室内での教育環境の向上や現代の情報技術の進歩が彼の学習能力に大きく影響していると考えられます。さらに近年の教育方法の多様化や個別指導の導入なども彼の学習能力向上に寄与しているのかもしれません。では一般の方々が学習能力を向上させるためにはどのような対処法があるのでしょうか。まずは環境整備が重要です。学習に集中できる環境を整えることで効率的な学習が可能になります。静かな場所や十分な照明、快適な椅子など学習に適した環境を整えましょう。また計画的な学習を行うことも大切です。目標を設定しスケジュールを組んで学習時間を確保しましょう。また学習内容を整理し効果的な学習方法を取り入れることも重要です。例えばマインドマップや要約の記述を使って情報を整理することで効率的な学習が可能になります。さらに積極的な質問やディスカッションを行うことも学習能力向上につながります。他の人との意見交換や議論を通じて新たな視点を得ることができます。また自分の理解度を確認するために定期的にクイズやテストを行うこともおすすめです。ユイヒトシ様の学習能力が皇室の歴史を超えるという驚きの事実が明らかになりました。彼の学習能力の向上には環境整備や計画的な学習、積極的な質問やディスカッションが重要です。皆さんもこれらの方法を取り入れることで学習能力を向上させることができるでしょう。驚くべき結末になるかもしれませんので、ぜひ試してみてください。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひあなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。